現時点でおよそ半数の選手が生き残っているようです。みんな優勝目指して頑張っていますね。お知らせです。フィールド内に残っている選手がかなり少なくなってきました。大会は間もなく大詰めを迎えます。
リコちゃんもドキドキしてきました。残り2名となりました。直接対決です。この状況で峡谷を突入する